都公園は、中華人民共和国四川省と公園市西部の民港にある古代の推理、灌溉施設である。都公園は、民港が、龍門山脈を抜けて、生徒平原に出るところに形成された、扇状地の船長部に設けられており、民港の水を左岸一帯へと分水している。都公園は現在でも5300平方キロメートルに、 及ぶ範囲の農地の灌溉に活用されており、古代の優れた土木技術を今に残すものである。それまで水不足に苦しんでいた生徒平原は、水田や桑畑などが急速に広がり、水運も便利になり、天府の国と謳われる大国草地帯となった。都公園は、以後も改良や補修を加えられ、2300年後の現在も、 なお機能する古代水利施設である。現地には、李標の異業を称え石像も建てられている。1982年には、国務院の指定する全国重点分物保護単位の一つとなり、2000年には、青城山とともに、ユネスコの世界遺産に登録された。2019年には、国際灌溉排水委員会の灌溉施設遺産登録もされた。 なお2008年5月12日の四川王地震では、都公園の先端の、魚口橋部分にひび割れが入り、二王病などの人員群が倒壊するなどの甚大な被害が出たが、咳の機能には大きな影響はなかった。李氷の増期元前3世紀、戦国時代の旗の植軍軍主李氷が、洪水に悩む人々を救うために、期元前256年から、 紀元前251年にかけて原型となる石を築造した。李氷は春の雪解け水が山々から殺到することで民工が増水し民工の流れが緩やかになり川幅が広くなる地点で周囲に水が溢れ出して毎年洪水になると判断した。ダムを作ることが一つの解決策であったが民工は 奥地の辺境へ軍を送る重要な水路でもあるため、ダムで完全にせき止める案は採用せず、川の中に堤防を作り水の一部を本流から分け、その水をたまる遺産を切り開いた運河を通して、民工砂岩の乾燥した生徒盆地へ流すことを提案した。李彪は、小女王から銀十万両を与えられ、数万人を動員して、工事に着手した。 川の中の堤防は、石を詰めた、細長い竹籠を川の中に投入して建設され、さというテトラポッド状の木枠で固定された。大規模な工事には4年の歳月が費やされた。民工から盆地への運河を山を切り開いて建設する、ことは、火薬や爆薬のない当時の技術では困難であった。玉類産の岩盤を火で温めた後に、水で冷ますことを、 岩盤に亀裂が入るまで繰り返しながら少しずつ岩山が崩されていった。八年の工事により二十メートル幅の運河が山の中に建設された。李氷は工事の完成を見ることなく没し、息子の李二郎が工事を引き継ぎ完成させた。都公園の構造。中央の中巣が人工の堤防で先端の魚口しで川を左右に分水する。左が 民港本流、右が観光であり、久関で土砂を観光から排出し、放病口から観光の水を、右下の農業用水へと導く北から南へと、流れる民港に中州を作り、西側を民港本流とし、東側を農業用水として活用する。関は川を分水する、魚くちばし、土砂を観光から排出する、久関。 観光の水を運河へ導水する、放病口という三つの堤防上構造物からなる。このほか川沿いの堤防、付属建築などもある。農地の灌溉、排砂、水運、町への生活用水の供給などを果たす、古代人の知恵を忍ぶことができる構造である。民工の流れを適切な比率で本流と観光に分ける、魚口橋は最も重要な構造物である。 外側の本流の広さは150メートル、内側の観光の幅は130メートルとなっており、川の地形も活用して、水量を配分している。春の水量が少ない時期は4割が本流へ、6割が観光へ流れの業用水を確保する。春や夏の増水時には、水が、魚口橋の先端を乗り越えるため、6割が本流へ、向かい観光が溢れるのを防ぐ。 これが、四46、平に渡ひでりと表現されている、この堤防の機能である。また、堤防にはかつては、サというテトラポッド状の木枠が置かれていた。これは外を竹に覆われ、中に土砂が溜まる、仕組みのもので、農業用水が必要な時は、外の本流側に、これを置き本流の流れを制限して、観光へ導入する。谷、 水がみなぎられ、川の水位も増大する季節には、本流側の差は除去され本流の流れをスムーズにする。1974年に本流側に拷門が完成したことで、差の役割は終わった。魚口橋の先端部、魚口橋の先端部は半月型でその名の通り魚の口状となっており、現在は石とコンクリートで築かれている。 長さは80メートル。幅は広いところで39.1メートル。高さは6.6メートル。魚口橋の下流には、コンゴおつつみが続き三日月城の中須を形成する。観光側は延長650メートル。本流側は延長900メートル。コンゴおつつみと中須が終わった部分より、下流には、久関という観光から本流へつながる。排水路と、 さらなる中須と堤防の一あざ堤が続く。魚口橋の上流には全長1950メートルの百条堤という護岸があり、溢れる水と土砂を川の西寄りに跳ね返すようになっている。歴史的に魚口橋の位置は民港流域を襲う大洪水や大地震などにより変動しており、建設当初より2キロメートル近く下流にある。 1933年8月25日の畳慶応地震の際に民工上流にできた関止湖が同年10月9日に決壊して当時の都公園を押し流し1936年にようやく再建工事が完了した現在の都公園の位置はこの際に確定した中洲で分けられた本流と観光関の中ほどにある幅200メートルほどの開口部 久関は観光側から本流側に土砂や余分な水を戻すためのもので洪水になっても観光側が氾濫しないように観光側の水流が民工本流へ戻るような仕組みとなっている元は二郎関といい唐の高層の流祖年間に建設された久関は金剛亭の上流側から710メートルの位置に観光側から 本流側に向かって斜めに開いた開口部でその幅いっぱいに川床から2メートルの高さの席が作られている。運河に水が殺到し、生徒平原で洪水にならないよう、また運河が土砂で埋まらないように設けられたもので遠心力で土砂や石が本流側に向かうように設計されている。滑水時に川もが低くなった時には観光の水は ヒサゼに阻まれて、全量運河側へ入る。水が、運河の入り口から溢れた時や、増水の時は、水は、放病口の手前で対流し回転し、ヒサゼを乗り越えて本流へと流れる。同時に、観光側にある、古東屋を回り込む、際の遠心力で土砂の大半が、本流側に排出される。放病口と離、離体、離体の上の老病。 方病口は、玉類山の断崖に切り抜かれた、狭い導水路で、その名の通り瓶の首のように細く、ここで、観光から用水路へ、水が導かれ、ここから入れない、余った水は120メートル離れた、久関を乗り越え本流へ排出される。古代の観見城の西門、玉類関の下にあり、都公園の建設と同時に作られた。方病口は、上が広く、 下が狭く、頂上部の幅は28.9メートル、底部の幅は14.3メートル。観光から運河へ向かう部分の幅は70メートル、あるが、ここで瓶の口のように狭くなることからこの名がついた。放病口もとべ砂関と同じく運河へ入る水の量を調節する。春季、観光から放病口を通過した水は、生徒平原の広大な水田を潤す。 しかし増水時には、放病口の手前の被災石を、水が乗り越えてしまうため、放病口に達する前に、水が、本流に流れてしまい、さらに放病口が入る、水の量を制限するため、関外路の沿岸では洪水にならない。放病口より先では、運河は、西北が高く東南が低くなるように作られているので、水は、自然に東南の平野の方へ流れるようになっている。 方病口の左側の山の崖には、一死尺ごとに数十本の目盛りが刻まれ、これは古代中国の現存最古の水標識である。成都平原で、次々水路が作られ、灌溉対象地域の拡大により、必要な水量は時代ごとに増加していった。宋の時代には、目盛りは10本しかなく、下から6本目の水量で、農業用水は足りた。 元の時代には9本目が最善とされ、それより水量が多くても少なくても生徒平原は困窮した。真の時代には目盛りの16本目までの大洪水が記録されたが、今日は目盛り数は24本に増え、春の農業用水には14本目までの水量が必要である。放病口の右側の山は運河改作で、 左側の山から切り離されてしまったため、李体の名がある。山の上には李表を祀る、伏了館がある。宝病口の両側の岩盤は2000年の間に、急流で次第に削られ、大きな空洞ができてしまったため、1965年と1970年に、李体が補修された。魚口橋とその対岸の百条堤都公園、完成後、成都平原は、 豊かな農業地帯へと変わり、生徒の町は、民工からの水運がつながったことで物産の集まる、交通の中心となった。また李氷は、玉類山の東に、生徒へ向かう日本の幹線水路を建設し、全館の食軍大衆、文沖縄、は、生徒平原の東部へと水路を伸ばした。五館には、木馬山高地にも、灌漑水路が伸びた。同時に、 都公園の反対側である民港右岸側にも、李氷の時代に、羊島港という考え炉が作られたのを基礎として、関大に延伸され、生徒平原西南部も考えされていった。関大には、関外面積は、万景以上では70世に当たるに達した。当の時代、液洲大都特調子の貢献が、関外水路の支線を建設し、 中密な水路が平原を覆い水田が拡大を続けた。この水路網の起点はすべて都公園にあった。壮大においては、大安石の京都日下げ典警国陸君母氏名によれば、都公園の管外区域は一府二軍日州十二県に達し、1.7番系に達していた。新代には14の州県の約300万世が1937年の 統計では263.71万世が都公園の恩恵によくしていた。1938年に出版された都公園推理、術用では川西地方の14県の広さの約524万世と記載されている。中華人民共和国はさらに水路網の拡充を続け、1960年代末には、灌外面積は678万世に、 1980年代初頭には、流線山脈伊以東の地区にまで、寒外地域が広がり、ダム300基弱の建設も合わせて858万世にまで、寒外面積が拡大した。今後は1000万世まで、寒外面積を拡大し、総員水量100億立方 M に及ぶ、世界最大級の水利網とする計画がある。都公園の管理と修繕は、歴代王朝において、 重要な職務であり、当時の最新技術によって補強工事が行われ、洪水や地震が襲った後には、修繕が繰り返された。五官の霊帝の知勢に、富津城と富津町という役職が置かれ、席の維持管理の責務を負った。食官の諸葛亮は、食の国葬地帯の要であると公園を重視して、席官を置き、さらに1200人の兵を常備した。 以後の王朝も、この地の県令に、席の維持管理に当たらせた。早朝の時代には都市、おさむ制度が制定された。現在でも都公園は、現役で使用されており、中華人民共和国政府により、コンクリートでの補強が行われたほか、観光客向けの整備も行われている。仁王病やスラン教都公園全体は、 水利施設を取り囲むように広大な自然公園となっており、生徒から近いこともあって、連日多くの観光客で賑わっている。公園内には、複数の戸籍を順番に回る散策コースが整備されている。都公園建設を指揮した李氷と、その死後に工事を完成させた李次郎の親子を祀った尿病。 都公園建設前にこの川に住む竜を理体の下の川底に縛り付けたという伝承にちなみ竜を祀る、福稜館、民港を渡り、魚口橋に至る釣り橋、安蘭橋などが著名である。安蘭橋は、壮大に建設された時は竹焼でできた、長さ500メートルほどの釣り橋であったが民間付きに、戦火で消失し、寝台後期に再建された。 現在ではコンクリートを部分的に使用した吊り橋になっている。二王病は2008年5月12日の四川大地震で倒壊したが、その後、元の建材を可能な限り生かした再建工事が進められている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。